の、はい、じゃあ、国立二次ですね。今日本番受けた方お疲れ様でした。いろんなね、思いがあると思います。終わってみて、まあ、感触がね、良かった方もいれば、やばいっていう方もいると思うんですけど、まあ、せっかくなので、自分のね、実際に現役で学芸大受けた時、まあ、国立なので一応、受けた時の、まあ、前期後期の話をしていこうかと思います。で、自分は結論から言うと後期です。前期は落ちました。で、しかも前期が、試験中に心が折れて、最後に諦めた人間ですね、前期中に。まあ前もどっかで話しましたけど、前期はですね、その試験前に風邪をひいたんですよ。で、まず風邪をひいた時点でもう自分の自己管理ができてないところが、まあ露呈してるんですけど、で、その熱がある状態で前期受けて、で、もうね、数学なんですけど、数学なんで数学だけだろうね、二次は。で、受けて、問題集配られるじゃないですか。確かね、前期はほぼ白紙だったんだよね。そう。簡単な公式が出てこなくって、初めて、多分人生で一番あそこまで真っ白になったの。頭の中が真っ白になったのが初めてだった。ってぐらいに、すべてが飛んだんだよね。で、やばいって。背中の、で、まあ、熱もあるから、その汗もあるんだろうけど、背中に伝る汗がね、止まらなくって。あ、やっばって。で、なんとかしてね、なんとかして、もう前期がダメだったとしても、もともと、後期の方がセンター比率が、センター逃げ切りで狙ってたんで、センター比率が高かったから当時。だから、まあ、後期でとは思ってたけど、それでも後期につながるように、前期で全部諦めちゃダメだと思って、やるだけやろうと思うんだけど、出てこなくって、結局ほぼほぼ白紙。だからもう試験中に、あ、前期終わったわって思って、そこからまあ、帰り、学芸からね、自分の家までが約2時間ちょっと、2時間半ぐらいかかるんで、帰りの電車ですごい落ち込んで帰ると。で、まあ、案の定、結果がまあ、一週間後ぐらい、今年も一週間ぐらいかな、確か。一週間ちょっとか。で、結果出るじゃないですか。まあ、案の定落ちててね。で、自分は、まあ、センターがある程度取れたんですよ。まあ、自分が思ってた目標は取れたので。で、センター利用で、東京理科が一応受かってたんですけど、その後の私立三つの一般が全部落ちたの。私立ポンポンポンって落ちて。で、学芸の前期も落ちてるじゃん。で、学芸の後期しか残ってなかったの。で、うちは、その、まあ、東京理科受かってたけど、進学は絶対 NG だったのね。家から通える国公立が大学進学の条件だったんで、うちの我が家は。だから、学芸に落ちた場合は、で、予備校に多分行かせてもらうお金もちょっと厳しかったんで、だからさ、こう、まあ、託郎になるんだろうなとか分かんなかったけど、もう考えてなかったから、もう、受かることしか、受かるとか、もう大学に行くことしか考えてなかったから、もうなんかリアルに、あ、これ落ちたら俺どうすんだろうと思っちゃうわけよ。で、その学期と前期の結果、まあ、前期は結果出る前だね、終わってから後期がある日までちょっとノイローゼっぽくなってしまって、で、これ多分初め社長とのコラボの時も少し話をしたんだけど、吐きながら勉強してたんで、めっちゃ汚い話で申し訳ないんだけど、まあ、吐きながらっていうか勉強の時座るじゃん、で、下向くじゃん、こうやって、そうするとうってなるので、まあ我慢しながら勉強はするんだけど、で、まあ、我慢しきれないとトイレ行って吐いてしまったりとかしてて、で、そうやって勉強してたんだよ。なんでもう、数学、後期も数学だけだったから数学勉強するじゃんか。で、でもね、こう、正直その、まあ、2週間ぐらいだったのかな。その前期から後期までの間の勉強した内容は何も覚えてない。おそらく何も身になってない、あの時の勉強は。で、ずっともう考え、どうしよう、どうしようって。もうずっと落ちてるからさ、不合格、不合格で来てるから、もう自分が落ちるイメージなんだよね。で、あー、また落ちるかも、って。で、心のどっかでは、いやいや、頑張んなきゃって思ってんだけど、その落ちるかもっていう、まあ、天使と悪魔みたいな感じで、悪魔の方が強すぎちゃって、で、もうずっとその気持ちで勉強とか机に向かってたのね。でも、ある時思ったの。確かに不安なんだけど、でも、ここまでやってきたらやるしかねえじゃんって、ちょっと思い始めたの。なんかきっかけよく覚えてないんだけど、で、不安なのはしょうがないけど、その前期みたいにさ、力を出せなかったわけ、全然。出せなかったから、そうやって終わるのって俺どうなのって。だったら、気持ちを切り替えて、できる限りね、切り替えて、後期で自分の前期みたいにならないように、後期に、なんだろう、自分の出せる実力を出せるように、モチベーションを持っていこうが大事なんじゃないって思ったんだよね。で、そっからは、なんていうのかな、こう、モチベーションを整えるために勉強をしてたの。知識を増やすためってよりも。もちろん知識を増やすことも大事だったんだろうけど、でもそれよりも、その、自分なら大丈夫って、頑張れ俺って、やれればできるよ、受かるよって、ずっと言い聞かせてた。で、もちろん、それでもね、落ちるかもって、悪魔の方もいっぱいいるわけよ。大丈夫大丈夫、受かるよっていう天使もいるんだけど、
でも悪魔が消えることはなかった、最後まで。試験が始まった時までもなかった、ずっと残ってたし、どっか心のどっかでは落ちるかもしれないって不安だった。それはみんなあると思うんだよ。でもきっとそうやってモチベーションを切り替えていこうって、大丈夫俺って、ここまで頑張ったんだからいけるっしょ俺って言い聞かせて、それをやってきたから、ちょっと天使ってか強くなってたのね、試験の時には。まあ五分五分じゃないけどさ。でまあそれで結果的には受かったと、こうギリギリ多分受かったんだよね。ほんとギリギリだったと思うんだけど。で、まあ、自分がやってよかったなと思うのは、その切り替えの部分で、おそらく、悪魔が強い状態、天使がほとんどいない、悪魔だけの状態で受けてたら、俺落ちてると思うのね。人っていうのは、その、思い込みというか思考回路がそっちに向かうと、それが現実になりやすいの。落ちる、落ちるって思ったら落ちるんだよね。なぜかっていうと、思考がそっちに向いてるから、行動が全部そっちに行っちゃうんだよね。思考がそっちだからね。行動も伴ってしまう。だから、不合格になるような行動になってしまうんだよね。で、それを、もちろん、もうあっち行ったり、もう、悪魔、天使、悪魔、天使とはなってたけど、そうやって切り替えることで、自分は、後期が終わった時ね、終わった時、正直、実感としてはね、微妙だったの。後期の試験も。まあ、前期よりは解けたよ。書けたし、ちゃんと書けたけど、でも、いや、絶対受かったわとは思えなかったから、ああ、これ微妙とは思ったけど、でも、終わった時に、やりきったとは思ったもん。ああ、頑張った俺って、ああ、終わった。そう。あと結果は分かんなかったけどね。だから、みんなもさ、この大学受験なんてもちろん倍率高くなるからさ、不合格の子もいっぱい出てくるわけよ。志望校受かんない子も絶対いるし、今日前期がうまくいかなくて絶対落ちたって思ってる子もいると思うんだけど、ぜひまだ中期後期があると思うんで、切り替えてほしい。で、切り替え切れないのは分かるから、俺みたいに。で、天使と悪魔は残ってしまうんだけど、でも、ちょっとでも切り替えようって努力することで、やっぱりモチベーションっていうのは変わってくるし、中期後期の試験当日の、その当日のモチベーションも変わってくるから、ぜひね、まあ、今日うまくいった方、うまくいかなかった方いらっしゃると思うんですけど、なんだろう、自分が気持ち的に悪魔の方に引っ張られてると思う方は、切り替える。天使の方にちょっとこう自分の目線を向けるように努力して、あと残りの受験ね、頑張ってもらえたらと思います。